にちは。明治安田生命おうちで健活をご覧いただきありがとうございます。ライトアップパーソナルトレーナーの本田真奈です。この動画ではまずはじめにコンディションチェックを行っていただきます。その後コンディションを整えていく第一歩として血行促進とむくみ解消につながるトレーニングを行っていただきます。おうちで簡単にできるトレーニングなので一緒に楽しく行っていきましょう。それでは早速スタートです。それではこちらを一緒に見ながらコンディションチェックを行っていきましょう。まずベストコンディションとは心身ともに調子のいい状態です。体に歪みがないこと、そして自分に合った食事、必要な栄養素がしっかりと取れていること、これがベストコンディションです。ではコンディションが崩れていくと体の中でどんなことが起こるのか。こんなことが起こります。生理不順になったり、お肌のトラブル、もちろん肩こりや腰痛なんかも出やすくなってきます。そして頭痛や冷え症、そして骨粗しょう症というものも起こりやすくなってきます。これがコンディションが崩れていくと体に起こる不調です。ではここからは自分にどんな体の不調が起こっているのか、コンディションチェックを皆様に行っていただきます。今から A、B、C、3つのチェックを行っていきます。それぞれ5問ずつチェックを行っていくので、自分にどの項目が丸の個数が多いのかカウントをしていただきたいと思います。それではチェック A からです。1つ目、味付けの濃いものや塩辛いものが好き。2つ目、冷たい飲み物を好んで飲む。3つ目、時間がないとトイレを我慢する癖がある。4つ目、水分をあまりとっていない。5つ目、汗をかく運動をあまりしていない。さあ丸の数はいくつありましたか。では続いてチェック B です。1つ目、最近腰回りのお肉が気になる。2つ目、食事の時間がバラバラになりやすい。3つ目、甘いものをよく食べる。4つ目、お尻が垂れてきたように感じる。5つ目、階段を上ると息切れする。さあこちらはいかがでしょうか。丸の個数をチェックしていきましょう。それでは最後チェック C です。1つ目、仕事は遅くまである、夜勤がある。2つ目、平均睡眠時間が6時間以下。3つ目、朝目覚めが悪い。4つ目、夕食はお腹いっぱい食べる方だ。5つ目、ゆっくりできる時間が少ない。こちらも丸の個数を記入していきましょう。それではここから集計タイムです。 A、B、C それぞれに丸の個数がいくつあったか数えてみましょう。そして3個以上丸があったアルファベットにチェックを入れていきましょう。それぞれのチェック項目にどんな不調があるのか確認をしていきます。まずチェック A に丸が多かった方はむくみや冷え、便秘になりやすい方々です。次はチェック B です。肌荒れや体型変化が気になっている方が多いかもしれません。最後チェック C は疲労の蓄積、疲れやすかったり睡眠不足という方が多いかもしれません。さあ皆様どれに当てはまりましたか。もしかしたら A だけではなく A も B も C も当てはまったという方もいらっしゃるかもしれないですね。自分の不調、何が不調なのか、そして体の中の症状がどの習慣で現れているのかというのを確認して、それを改善していくことというのが一番ベストコンディションを作っていくためには近道です。まずは自分の体の不調を知っていきましょう。そして女性は特にこの体の不調、ホルモンのバランスによって影響が出やすいです。まず月経中です。月経中は体かなり疲れやすくなっていたり、あとは気持ち的にも落ち込みやすくなっていきます。この期間は体の不調があることに対して嫌悪感を持たずに休むということを行っていきましょう。そして月経前です。月経前は特に体がむくみやすかったり疲れがたまりやすいです。
イライラしたり気持ち的にも不安定になりやすいので、ここではリラックスウィークを作って自分を甘えさせてあげるということを行ってみてください。そして習慣化にしていくために一番良いタイミングは月経後の1週間です。ベストコンディションを作っていくために体も心も前向きなタイミングでスタートダッシュを切っていきましょう。そして今回はコンディションを整えていく第一歩として皆様と血行促進、そしてむくみ解消につながっていくトレーニングを一緒に行っていきます。早速やっていきましょう。まずは血行促進から行っていきましょう。 YTWL という種目を行っていきます。まずは両手を Y の字にしていただいて腕を前後に振っていただきます。この時肘が曲がらないように注意をしていきましょう。これが Y。 次は T です。そのまま手を下に下ろしていただいて手のひらは天井に向けます。これも同様に前後に振っていきます。3つ目は W です。両手を上に上げていただいたところから肘を曲げていきます。この時は体の前に肘がいかないように胸を張って体の後ろで肘を引きつけるイメージで行います。最後は L です。肘を90度に曲げたまま肘を軸に指先を振っていきます。これを皆様と一緒に行っていきます。それでは早速 Y から行っていきましょう。両手を万歳で腕を前後に振っていきます。呼吸は自然と行っていきましょう。背中が丸くならないように。ではそのまま手を下げて D です。この時肩よりも手が下がらないように肩と同じくらいで行っていきます。次は W です。このまま肘を上下に動かしていきましょう。この時少し勢いをつけて行うと良いです。最後 L です。肘を90度に曲げて指先を上下に振っていきます。はい、 OK です。お疲れ様です。少し肩周りがポカポカしてきましたね。ぜひ20秒くらいを目安に行ってみましょう。では続いてむくみ解消につながるトレーニングです。カーフレイズ、ふくらはぎのトレーニングです。手を腰に当てた状態のままかかとをぐっと持ち上げて下ろすという簡単な動作です。リズムよく背中が丸くならないように胸を張って行ってみましょう。今回はこれを皆様と一緒に20回行っていきます。それでは20回いきます。せーの、1下ろす、2下ろす、3下ろす、4、5、6、7、腕を張って、8、9、10、あと10回、1、2、3、4、しっかりとふくらはぎを意識して、6、7、8、9、ラスト、20、はい、OK です。お疲れ様でした。ふくらはぎ使った感じがあったと思います。ぜひ休憩がてら20回を目安に行ってみてください。皆さんお疲れ様でした。今回行ったトレーニングと合わせて生活習慣を振り返っていくことでベストなコンディションを作っていくことができます。またおうちで健活シリーズも見ていただいて継続的に運動を行っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。